ウチアキャラバンドットコム岩佐です。上田瑠衣さんです。どうも。ハセテン30系見事優勝おめでとうございました、はい、ありがとうございます。17キロにコースが短縮されて、ね、はい、今シーズンはちょっと、まだあまり走れていないというか、はい、少し体調調整中ということだったんですけど、まあ、危なげない感じの優勝に見えましたけどどうでしたか？そうですね、正直嬉しいですね。まあ、今回ロードの速い方も多く出られていたので、まあ、そういった中でさらにコースも短くなって、うん、明らかにロードの方有利っていうような、コース設定だったんですけども、その中でちゃんと勝てたってことは嬉しいですね、はい、で、こう体調ね良くないというような話もありましたけど、ね、はい、まあね、私の方でも書かれて、ね、はい、インタビューありましたけれども、今日今の時点ではどんな感じなんですか？そうですね、本当にしっかり走り始めたのが2週間前ぐらいで、はい、まあ、苗場ライジングの前後だったんですけども、うん、まあ、それでもようやく先週その沖縄2月の沖縄マラソンぶりにようやくロードで10キロ以上走ったりとかっていう状況で、本当に練習も詰めてない状況だったので、まあ、今回は本当に自分でも勝てるつもりはなかったですし、まあ、距離も短くなったので、まあ、なるべく、まあ、課題を持ってといいますか、しっかり追い込もうっていう気持ちで走っていたので、まあ、その結果、まあ、こういった感じだったので、まあまあということでね、まあ、ファンとしては、はい、ファンの皆さんとしてはちょっとこの結果を見て一安心ということなのかなと思いますけれども、ね、今年もね、スカイランニングの方を中心にというふうに聞いてますけれども、はい、主な目標としていることを教えてもらえますか？そうですね、まあ、一応なんだかんだ僕今年もユースで出れるみたいなので、うん、まあ、ユース世界選手権2連覇はかかってるかなと思います、うん、まあ、あと、まあ、有力選手が出るゼガマとドロミテにエントリーはしているので、うん、まあ、そこで、まあ、入賞できるようにまずは、まあ、あわよくばしっかり上位3番優勝というところも、まあ、ちゃんと調整して狙っていきたいなというふうに思います。それ以外の海外レースでいうと、今年は UTMB の方は OCC にエントリーしていますので、はい、まあ、短いレースでしっかり結果を出していきたいなという、うん、あと直近だとコリア 50K がありますので、うん、はい、4月23日ですね、うん、はい、まあ、ちょっと、まあ、この冬ちょっと出遅れているので距離に対してまだ不安あるので、まあ、もう少ししっかり走り込んで、合わせていきたいなというふうに思っています。というわけで今シーズンもね、トレイルランニング界のプリンスとして注目を集め続ける存在になりそうですかね。このハセツネカップ、この秋の方のハセツネカップはどんな感じで考えてらっしゃるんですか？そうですね、しっかり今年は、まあ、OCC で距離も短いので、まあ、条件さえ合えばタイムも狙っていきたいなというふうに思ってますけれども、まずは、まあ、じゃあ夏の、ね、そうですね、こう結果を見てからと、まあ、一つ一つこなしてきて、まあ、流れができていればそのまま初戦まで行きたいなというふうに思います。ということでした、ね、はい、今回も、ね、ご両親も、ね、お友達とかもいっぱい応援に来てらっしゃって、はい、いいところ見せられて本当に良かったです。嬉しい表情の上田さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。